元テレビ東京佐久間さんの YouTube 企画が面白いから真似してみた。今日誕生日おめでとう西です。このオープニング、大阪グルメ YouTuber 西田さんの真似ですが、完全にリスペクトなんで許してほしいです。佐久間さんの YouTube を見て、恥ずかしい飯という企画が面白そうなのでやってみました。 UFO に納豆と卵を入れて混ぜるだけ、簡単なんでみんなもやってみてね。この企画、恥ずかしいご飯を食べながら恥ずかしい話をするって言うんだけど、なかなか恥ずかしい話ないなと思って考えたんだけど、納豆を混ぜてる時にゲストに出ていた手島優さんがタレを入れないからって言うんで、西にもその真似をしてみたんだけど、やっぱり恥ずかしいからタレ入れた、これ自体がもう恥ずかしい話だなと思った。同じ栃木県民だから、もしかしたらコラボできるかななんて甘い考え、それやめた方がいいね。肝心の味なんだけど、まあ卵と納豆が絡まってソースの味は薄くなるんで、好きな人は好きかもしれんけど、まあ西は味が濃いのが好きだから、そのまま食べた方がいいなと思いました。気になる人はぜひやってみてね。